いやー、ちょっと <laughs>、予想以上に質感が上げてきたところか、情緒的な方に振ってきたもの感質感カメラのかっこよさとか、触った感じ大事よねっていうのを、もう前面に押し出してきた開発者インタビュー見ました。<laughs> これはやったらあかんやつですよ。私ね、ZF 出るって言るんやろな、こんな形やろな、リーク技も出てましたけど、 まあ言うて ZFC みたいな感じの大きいンやろな、ちょっとスカスカ系かなと思ってたんですけど、完全にそっちに振りに来た。も,うもちろんその上に、そのスペックもゴリゴリ乗していって、まあ動画ちょっとわかりませんけど、4K60P とか、まあ、そんなも撮れるし、みたいな感じで、そこのスペックも全然見劣りしないし、何や言うたらセンサーは Z8、e、と Z9 と同じセンサーを積んでるみたいな、そんな、そんな話ですね。 えー、えっ、ー、と、エンジンを積んでるみたいなで。そこで積みつつも、その質感重視に上げてきたって、これもう完璧じゃないですか。<laughs> いやー、ちょっと適当に作って欲しかったなー。で、ちょっと諦めがつくんかなって思ってたんですよ。いやー、これはちょっとやばいな。マジでやばい。でね、何がやばいかっていうと、もう見た人わかると思うんですけど、私大ですけど、まあ、軍幹部、真鍮ダイヤルですよ。これ <laughs> しかも多分軍幹部アルミなんですよね。ちょ、これはちゃうかもしれんけど、さっきなんかアルミをプレスした時の、その歪み感みたいなのも大事にしました。むしろなんか鉄感を大事にして、しかもダイヤル真鍮に持ってきて、クリック感をものすごい開発する時にいろんな人と触りまくって、これがえあれがえでってやりまくったって話を聞いて、それはね、ちょっとそこに手出してしまったら、これ物感質感大事にして私からしたら、とにかく触りたいし、いやもうね、買うとこまで行ってますよ、もう気分はね。 ただ、そんな資金言わないな <laughs>。これはね、遅れてでも買いたいし、これミラーレスも最高峰じゃないですかね。あの、まあ、形、カメラ感だけで言うとね、まあ、センサーは私フォビオンで言いたくってますから、ただカメラ感だけで言うと、これ、多分最高峰です、私の中でも。これは、これに勝る分は多分ないな <laughs>。触ってないけど言っちゃってますからね。でも、それぐらい気合で作ってるから、ま、さかスカスカとか、 空洞感があるみたいなのは多分ないと思うんですよね。まあ、気になってんのはやっぱバリアングルのあの厚みがどうなってんのかと、あの辺のこのもっさり感がどうなってんのかぐらいなもんで、これですよね。今ちょっと写真ね、ちょっとホームページから見せて、お見せしてますけど、軍艦もすごいね、DF 似てるから、んってちょっと引っかかるところがあるんですよ。ちょっと厚み、大丈夫厚み大丈夫みたいな感じなるけど、 まず、あ、その軍艦ものはそのダイヤル、ISO ダイヤル、シャッタースピードダイヤル、露出調整ダイヤルがなんか真鍮でできてるっていう話を開発者インタビューでしてたから、おそらくそうなんでしょうね。いやー、やばいなー。で、ZFC と同じくあの窓ね、F 値の窓があってね、しますけどね。いやー、これはやばい。ほんで、あとはもう一個ですよ。モノクロスイッチがあるんですよ。モノクロ切り替えがレバーで一発でできるっていうのが。 私ね、モノクロ写真よく撮るんで、で、自分がモノクロ好きすぎて、自分でピクチャーコントロール作って、パソコンで作ったやつを DF に入れたんですよ。あの、オリジナルネオパンみたいな感じでね、マキーナネオパンみたいな、ね、名前をつけて、彫り込んでたぐらい、モノクロ、ちょっとハイコン気味のネオパンやったんですよね。で、それを使ってたこれモノクロ好きで、で、今回、その、モノクロ一発切り替えができる上にですね、 ちょっとハイコンっぽいディープモノクロみたいなやつからね、モードが追加されてて。まあ、このカメラからなんですよね。え、このカメラってなんかいろ今までの,の使ってちょっと安く済ますけど質感上げますぐらいじゃなかったでしたっけ僕のイメージね。だそうやったんですけど、今回にその機能をプラスアルバー追加してくるなんかいうこと考えてなかったから、えってちょっと怒ってしまって、ちょっとドキドキしてるんですよ。もうちょっとね、心臓悪い。ちょっと心臓に悪いですね。もうちょっとおとなしくしょっとほしかったんやけど。 ちょっと気分がなってきて、うわー、これちょっとあかんわ、これ。これあかんわ、みたいな感じになってきたんですよ。そのモノクロね、もう真鍮のダイヤルツのモノクロパターンの、ね、切り替えするのと、新しいモノクロモードみたいな感じ。どうですね。なんか VR。これ私あんまり関係ないかなと思うんだけど、ただね、ニコンの多分レンズを使うと8段分使えるってなんかすごいことになってるんだ。ちょっと、あのー、語弊がありますけど、マイクロフォーサーズのカメラってセンサーがちっちゃいから8段いけるみたいなことって、 イメージ湧くんですけど、フルサイズ8段って何みたいな感じだね。それは多分私はマニュアルの方のレンズ使うから、あんまりこうね、でもボディーいだけで5段いけるし、これはちょっとやばい。いや、まあ、そのね、ボディー内でフルサ私の中でちょっともう置いといて、そのね、今ちょっとモノクロちょっと合わせて、この辺ちょっとかな,なんか散らかってますけどね、モノクロもど <laughs> うか切り替えできんのと、まあ、質感も、もう驚異的に上げてきてるっていうのが、 もうこれだけですよね。これだけで、あとは何もするかですよ。これで50万って言われたら、まあ、そうでしょうね、とか、40万、ああ、まあまあ、そうでしょうね、とかね、なってほしいなですよ。もうこうなったんで。これで安かったら、もう買わなあかんほどだろうもんね。日のうちところがなくなるから、それは多分ないから、値段はだいぶ高いはず。<laughs> 買えないなって言わせてください。もうそれぐらい、 私みたいなこういうカメラ好き、質感好きが多分触ったらもっとどめさされると思うんやけど、いや多分そんなカメラになってるんですよ。もうそれだけ今回はね、ちょっとスペックの話私はね、一切わかりません。まあなんかすごいモリモリやから大丈夫っていうのね。で、メカシャッター積んでますよ、メカシャッター。メカシャッター積んでますよ。で、Z8、Z9 並みのセンサーを、センサー、あエンジンを積んでますですよね。で、もうそこまで,でもういいですやんか。もうスペックは多分完璧やからね。で、VR もね、バチバチついとって、 やのに、質感めっちゃ高くって、もうこれやばくないですかマジで。腕組んだからね。<laughs> これはちょっともうね、いや、これだけのすいません、動画です。もうね、皆さんこれみとりあえず見てください。開発者員で見てください。絶対買いたくなりますからね。えー、絶対見てくださいね。はい。あそれだけでしたね。<laughs> ちょっとわし、悩みます。もう、いろんなもん全部売り出して買うから、みたいな、能天気な感じで言ってもいいんやけど、ちょ、ちょっと冷静にならなあかんな、ね、これほんまね。 これはか、これはほんまか。はい、またちょっとね、えっ、ー、と、面白い話ができます、あの、思いつきましたらね、おしゃべりしたいなと思いますので、その時よろしくお願いします。それでは、バイバイ。いやー、これいつ発売でどんな値段出てくるんか、もうそこやね。いやー、これはやばいね。かっちょい。<laughs> <laughs> はい、お疲れさ